元夫の連れ子から結婚式の招待状が実家経由で届いた。元夫と離婚したのは20年近く前。連れ子とは離婚後は一度も会ってないのに、招待される理由がわからない。欠席に丸をつけて返信した。数日後、実家に連れ子から電話があって、俺の結婚式の時くらい、母親としての責任を果たそうとは思わないのか。とガチギレモードで怒鳴られたそうだ。どうも連れ子は、私が実母だと思い込んでいたらしい。私が元夫と結婚したのは、連れ子が4歳の時だから、そんなもんなのかな。ちなみに、離婚したのは、連れ子が9歳の時ね。電話を取った母が、連れ子は、私の産んだ子ではないことを説明してくれた。元夫側の希望で、連れ子とは養子縁組もしてなかったから、元義母ですらないことも。連れ子は、母の話をまるで信じようとせず。最後は、でたらめ言いやがって、と怒鳴って電話を切った。母からは電話で、こういうことがあったから、当分はこっちに来ない方がいい。と教えてもらった。2日後、また、連れ子から、実家に電話があって、父に確認したら、あなたの言ってることが本当だと分かった。信じてたのに、父は俺を騙してたんだ。ショックだ。とても辛い。私さんは、こんなに苦しんでる俺を放っておく人ではない。ぜひ会って話を聞いてほしい。などと、被害者モードで長々と話した。電話を取った母は、娘とあなたは他人です。会う義理はありません。と言って、電話を切って着去したんだが、それからも、非通知や公衆電話からかけてきた。その情熱は実母に向けてよ。元夫と前妻、連れ子の実母は性別。1ヶ月以上経っても、電話が来るので、父が元義実家に電話して、お前らの孫を何とかしろ。ストーカーで訴えられたいか。ときつく抗議したら、やっと電話が止まった。しかし、20年近く会ってない、自分を捨てた、と思い込んでいる、母親になんて、そんなに会いたいものかね。